ドラ打線やばない？やばすぎる。もう今ね、今日は中日ドラゴンズ開幕スタメン予想、ガチ開幕スタメン予想2023年撮っていこうと思うんですけど、はい、どうもアトリヒアです。本日もよろしくお願いします。ということでね、今撮影してるね、日時が3月26日、もうオープン戦ラスト1試合のね、5回の裏か6回の表ぐらいなんですけど、ドラゴンズね、打線やればできるじゃん、打てるじゃんっていうところでね、まあ、今日はね、あの試合の振り返り動画っていうのはもう開幕スタメン予想の動画にね、切り替えさせてもらうんですけど、まあ、軽くね、途中までね、ちょっともう言わないと気が済まないんで言わせてもらいますけど、ロッテの先発ピッチャー、三輪投手、決してね、コントロール悪くなかったんですけど、なんとね、3回に一挙6得点、ドラゴンズ打線やればできる、やれば打てると。まあ、ホームランね、その前にね、あの初回か2回にアキーノがね、インハイのストレート系をね、インハイですよ、インハイのストレート系をね、バチコン引っ張ってね、もうレフトホームラン、もうヒルバンテリンでも関係ない、まあ、さすが龍の4番アキーノと、まあ、僕はね、昨日も言いましたけど、心中するつもりでね、今年1年間もう彼にかけてるって信じた甲斐が早速ね、結果で返してくれましたけど、3回にね、岡林選手、大島選手、周平選手、ビシエド選手、福永選手、全員低めのフォークを食らいついて、低めのフォークを食らいついてタイムリー。まあ、なんならストライクからボールの厳しいところ、三輪投手決して悪くなかったんですけど、打つ方が1枚2枚上手。もうあそこをタイムリーに持ってくっていうね、まあ、結構古典ヒット系が多かったんですけど、まあ、これがね、いい意味でもドラゴンズ打線らしいというか、やっぱ広いバンテリンドームではね、もうホームラン、ホームラン、ホームラン待っててもしょうがないんで、食らいついてね、もう低めのボールをね、タイムリーになんとか食らいついて古典ヒット。これがドラゴンズらしいというか、こういう野球でいいぞと、もうこうやって打線が繋がればね、ドラゴンズ今年が繋がれるとこもあるぞっていうのを見せてくれたのがラストに、もう本当にこの上なくね、最高だぜ、ワクワクするぞって感じなんですけど、まあ、今日のメインはね、ちょっと長くなりましたけど、導入が2023年開幕スタメン予想 by 中日ガチでアウトローリハイガチ予想させてもらうんで、まあ今日のね、スタメンがおおよそね、まあほぼ確定の開幕スタメンかなと思うんですけど、ちょっと8番にね、アウトローインハイのね、サプライズ要素も含めさせてもらったんで、まあ、あとね、各選手に対しての熱いメッセージとか熱い気持ちっていうのをね、もうノートびっしりね、台本に書いたので、余すことなくね、伝えていければなと思います。まあ、ぜひ皆さんのね、まあ、開幕スタメン予想というか、皆さんの理想の開幕スタメンっていうのもね、コメント欄にね、書いていただけると嬉しいです。それでは行ってみよう。2023年中日ドラゴンズスターティングラインナップ、1番センター岡林勇気ということで、もうこの一番バッター岡林勇気、誰もね、文句のつけようがないでしょうと、彼しかいないっていうことをね、まあ、今日のね、打席でもね、証明してくれたんですけど、まあ、データもね、しっかり今日はね、混ぜていきたいと思うんですけど、51打席経って、打率3割5分6厘、しっかりね、オープン戦でも高打率をマークして、OPS もね、820、しっかり長打というか、ツーベース以上ね、長打力もあるよっていうところを見せてくれてるんですけど、まあ、チーム上位の OPS も残して、もうね、言わずもがな、当たり前のようにヒット打ってく。まるでね、大島選手の若い頃を見てるかのようなね、もう本当にね、今後数年もずっと活躍していけるだろうと。2年目のジンクス？彼にはそんな言葉ね、似合わないというか、あるわけないだろうっていうね。ストレートもしっかり打って、変化球もね、追い込まれてからも固定ヒットでうまく対応していくと、何投げてもヒット打っちゃうっていうところもね、まあ、素晴らしいのかと思うんですけど、何よりね、まあ、一番バッター出塁できるのはね、まあ、当然ちゃ当然として、ランナーを返せると、得点圏の鬼っていうところがまたね、これいいと思うんですよ。9打席経ってね、4割4分4厘得点圏で残してると。まあ、今日もね、タイムリー得点圏で打ってたんで、もっと上がったと思うんですけど、まあ、1番でランナーを返せる。これ以上ないね、素晴らしいバッターだなと。まあ、なかなかドラゴンズ得点圏に弱いって言われてますけど、岡林選手が打席立った時ね、得点入る気しかしないと。もう1番バッターで出塁もできて、得点圏でランナーも返せる役割も果たせると。文句ないでしょって感じでね、途中にね、ダルビッシュ選手に当てられたりとか、沖縄ではね、交錯してね、若干怪我しかかったりとかありましたけど、まあ、去年の開幕のね、前もこの指かな、指を怪我しても頑張って出場してね、レギュラーを自分の力で掴み取ったっていうところではね、まあ、少しの怪我というか、まあ、そんなんではね、まあ、弱音を吐かないと、出続けるってこともできるんで、まあ、とにかく1年間怪我なければね、まあ、去年最多安打取りましたけど、今年も最多安打だけとは言わず、首位打者も狙って、あとはね、アウトローインヘが
たのは盗塁をね取ってほしいなと。もう一番ドラゴンズの一番になる代わりには、まあ、長打力っていうのはなかなかドラゴンズね他球団に比べるとどうしても少ない、ホームバッテリー広いっていうところではね、やっぱり機動力野球っていうしていきたいっていうところで、もう一番岡林選手盗塁をね目指して、まあ、少なくともノルマ30盗塁以上はねやってもらえば、もう120点満点、完璧のね、一番にね、なれると思います。何よりね、今年は守備の方でもね、レフト大島選手、ライト秋野選手ということで、まあ、センターにかかる負担っていうのは岡林選手、去年ライトでしたけど、まあ、だいぶ増えるとは思うんですけどね、まあ、彼の守備力、肩力ならね、もうゴールデングラブね、間違いなしと、センターでも取れるぞと、まあ、なかなかドラゴンズね、まあ、大島選手が前まで派遣握ってましたけど、他の選手がゴールデングラブ取るようになってきてるっていうところもあるので、まあ、岡林選手がね、もう一度、もう何十年というね、もう何年と言わずに何十年ね、センターのゴールデングラブ賞を取れるようなね、活躍をね、見せてほしいと思います。2番、レフト、大島洋平。ということで、2番バッター、大島プロ。もうこちらも順当というか文句ないと思うんですけど、年齢がね、37歳、38歳。とても思えないと。もう30代前半っていうかね、毎年当たり前のようにもうヒットと首位打者のところね、もう首位打者争い来るんで、もう本当に30後半なのかと思わせるようなね、安打製造機、安定感半端ないなと、計算ができるね、選手だと思うんですけど、まあ、本来だったらね、今年ちょっとオープン戦序盤ね、大島選手が6番だとまた別の怖さが出てくるっていうところだったんですけど、まあ、ミッキーが怪我っていうところもあってね、まあ、2番がね、まあ、妥当かなっていうところで、25打席、打席数は少ないですけど、まあ、キャンプ当初はね、音沙汰もなかったですけど、しっかりオープン戦になるとね、結果を残してくるっていうことで、3割2分と、さすがとしかね、言いようがないですし、もう彼のバットから放たれる打球はね、一つの芸術作品といっても過言ではないと、追い込まれてからも三振が少ない、逆方向へ当たり前のようにヒットを打っていく、もう2000本安打なんてね、もうたったの通過点というか、3000本安打目指してね、やってほしいなと。もう大島プロならね、できるとね、思ってますし、まあヒットで1番バッターの岡林選手が出塁して、大島選手がね、ヒットエンドランとか、まあノーアウト1、3塁が理想的だとは思うんですけど、まあ2番っていうのはね、やっぱ経験も必要、作戦面っていうところでね、打ち分けなきゃいけないとか、作戦も絡んでくるっていうところでは、やっぱり1番岡林、2番大島プロっていうのがね、まあ一番いいのかなと思いますし、まあ守備の方もね、少し肩の力が落ちているとはいえ、今年はね、レフトっていうところでセンターよりは守備力もね、まあ少し負担も軽減されると思うので、その分バッティングに全振りでね、とにかくドラゴンズのね、もう安打製造機としてヒット打ちまくって打ちまくって打ちまくってね、まあ去年村上選手にね首位打者阻まれましたけど、今年こそはね取ってほしいと思います。3番サード高橋周平ということで、3番バッターがここはね意見分かれてくるかと思うんですけど、まあ僕はねもう周平、もう本当に今年こそねラストチャンスだと思ってね信じたいと思うんですけど、もう本当に 1,2 番去年リーグ屈指に良かったと、もう 1,2 番が出塁してんだ、あれだけ出塁してんだからね、3番周平がどれだけ得点返せるか、本当にこれがね今年もドラゴンズの鍵を握っていると言っても過言ではないと思うんですけど、打点を目指してねやる勢いでやらなきゃいけないと、まあ、オープン戦のね、まあ、成績を見ても69打席打率2割6分2厘 OPS582、まあ、確かにまだ物足りないなと、もっとやってくれなきゃ困るっていうところなんですけど、まあ、ただ評価していいところではね、まあ、得点圏で犠牲フライなりゴロでね進塁打で1点を取るっていうところにね貢献できてたりとか、今日もしっかりねなんとか今日最後にタイムリーも打ってたっていうところではね、もう3番周平、立浪監督がねもうあれだけ期待してるっていうところもあると思いますし、まあ、なんといってもね特にね守備面の方で大事だなと思うのが、今年二遊間がね、まあ、若いルーキーも多いっていうことで、少し守備にどうしてもエラーが増えてしまう、不安要素が増えてしまうっていうところで、サードはねやっぱり三塁線ファースト含めてね両端はねしっかり守備を固めたいっていうところで、周平選手はねゴールデングラブを取れるほど守備が上手いのは分かってるんで、まあ、出してあげたいかなと。まあ、とにかく石川昂弥選手が帰ってくるまでは、まあ、逆に裏を返すとね帰ってくる前に周平選手が結果残さないと、もう石川昂弥選手にも若いところも含めてレギュラー取られちゃうと思うんで、本当に最後の気持ちでね死ぬ気で僕も応援するんで、死ぬ気でね3番周平、3番周平タイムリーをね多く聞かせてほしいと思います。4番ライトアリスティディス・アキーノということで、4番、今年の4番はねビシエドじゃないアキーノだと。今日もねストレート系をホームラン打ち込みましたけど、もう僕はね彼と共に心中できるぐらい今年は全力で応援させてもらうって決めてますけど、72打席でね打率2割3分4厘、まあ、確かに打率は低いけど OPS が882、
チームトップのね、長打率ナンバーワン、5割6分3厘、ホームラン6本、打点12。もう今日ホームラン打ったからホームラン7本に更新ですけど、もう役割はね、彼らしい特徴はね、果たしてると思います。まあ、三振は多いけど、ホームラン、長打は確実にパワーはあるっていうことはね、もう2億円からもね、もうお金からも伝わってきてましたけど、まあ、侍ジャパンのね、まあ、いいピッチャー、カメラもホームラン打ちました。まあ、特徴的にはやっぱね、腕が伸びるんで、まあ、外目のね、変化球とか、ストレートよりもどちらかに、というと変化球が得意っていうのはデータが出てるかなとね、正直思うんですけど、まあ、ストレートに対しても31打席の5安打、1割6分1厘、特にインコースのね、まあ、特に150キロ超えの速いストレートっていうのはね、少し弱点かなと思うんですけど、まあ、なかなか厳しいインコースの150キロをね、ホームラン打てっていうのは普通のバッターじゃね、普通のバッターっていうか大抵のバッターは無理だと思うので、そこにストライクを投げ切れるピッチャーっていうのも少ないと思いますし、少し甘くなれば今日のようにホームランがあるっていうのもね、相手ピッチャーには間違いなくプレッシャーがかかってると思うので、とにかく厳しいボール球はね、手を出さずにいかに甘い球を確実に一球で仕留められるかと、もうそこにね、すべてかかってると思うんですけど、噛んじゃいましたけど、もう本当にね、アキーノ選手、ゲレーロ選手のね、ドラゴンズに元いたゲレーロ選手クラスを超えてくるような活躍、もう年俸的にはね、ゲレーロ選手の初年度の年俸をはるかに超えてきてるんで、もう活躍してね、もらわなきゃいけませんし、やってくれると、僕はね、強く信じます。5番、ファースト、ダヤン・ビシエド。っていうことで、5番はビシエド。4番じゃなくて5番にビシエドがいる。これが今年のドラゴンズ打線だぞと言いたいんですけど、まあ、44打席で打率2割4分3厘、OPS607。まあ、ちょっとね、寂しいかな。長打率が特に2割4分3厘っていうところではね、もっとビシエドらしい長打っていうところ増やしてほしいんですけど、特に対右に対しては3割0分8厘なのに対して、対左が0割9分1厘っていうことで、やっぱり苦手のインコースの左ピッチャーのクロスファイアっていうのがね、苦手の要因かなっていうのも出てると思うんですけど、得点圏も1割2分5厘で、まあ、もっと打ってもらわなきゃいけないんですけど、まあ、彼のね、いい時だとオープン戦でもね、ライナー性のいいヒットをね、まあ、センターから逆方向引っ張ってもライナー性が飛んでると思うんですけど、やっぱりチャンス得点圏になるとね、強引に引っ張ってね、こう力んでゴロになってゲッツー、去年もゲッツーを取っちゃいましたけどっていうところで、やっぱり今年はね、4番アキーノ選手1人増えたっていうことで、まあ、マークもね分散される、ビシエド選手も少しマークが緩くなるっていうところではね、チャンスも増えてくると思うので、5番ビシエドが打てるかどうかっていうところでね、4番アキーノが勝負避けられるか、避けてもいいよってなったら困っちゃうので、5番ビシエドもね、本当に打ってもらわなきゃ困るんですけど、マークが緩くなる分ね、本当にもう年俸も3億5000万やっぱもらってるね、マネーをもらってる代わりにはね、結果残してくれなきゃ困りますし、来年でね、日本人選手扱いになるので、外国人枠も一つね、まあ、数えなくてよくなると。これでビシエドを打てたらね、もうたまったもんじゃない。素晴らしい相手に脅威を与えるっていうところでね、起用方針も大きくなると。で、ファーストの守備もね、もう言わずもがな、ゴールデングラブ取れるぐらい上手いっていうところで、やっぱファーストはね、まあ、ピッチャーと投手連携も絡みますし、まあ、ドラゴンズね、ピッチャー陣がいいっていうところで、守備ね、ファーストもめちゃくちゃ大事になってくると。もうファーストは早急ね、取れないと、もう全部セーフに当たり前ですけどなっちゃいますから、まあ、そういう意味でも守備も含めてね、まあ、5番ファーストビシエドっていうのは外せないところだと思うので、今年こそね、ビッシースマイル、たくさん見せてほしいなと思います。6番、セカラ、福永、勇気。ということで、ここに新戦力ドラフトね、オールドルーキーの福永選手が入ってきた。ドラフト7位の選手とも思えない。まあ、年齢から言ってもね、即戦力で活躍しなきゃと。まあ、彼のハングリー精神がね、結果をものにしたのかなと思うんですけど、自分で取ったね、まあ、開幕スタメンかなと。まあ、ちょっとミッキー選手の怪我はありましたけど、ワクワクが止まらないということで、71打席でね、打率2割5分4厘、OPS830、高いと。まあ、ここに現れてるんですけど、長打率4割9分2厘、とにかく2塁打5本、3塁打2本、今日もね、チャンスで低めのフォークを食らいついてツーベース打ってましたけど、長打力が半端ないっていうところではね、まあ、ドラゴンズには数少ない貴重な長打力を持ってると、まあ、彼の魅力はここが最大かなっていうところで、まあ、対左が0割9分1厘、対右が3割4分1厘っていうところで、若干左が苦手かなっていうところあるんですけど、まあ、巨人の開幕ピッチャーね、ビーディーも右ピッチャーっていうところではね、ここは好材料かなと思いますし、追い込まれてからね、結構逆方向にも長打打てると、あの、チャタンのね、沖縄の時には逆方向にホームランも打てたっていうところでね、広角に打てるっていうところ
ところもまたね、まあ、福永選手の魅力かなっていうところで、まあ、もちろん広いバンテリンドームでも引っ張ってもホームラン打てるっていうところではね、もう文句ないかなっていうところで、あと何よりね、守備もうまいっていうところで、まあ、今日もね、バックトスパーンと軽く決めてましたけど、セカンドの守備ね、まあ、新人になって少し、まあ、不安定っていうところもありましたけど、福永選手ね、守れるどころかうまい守備も見せてくれてるんで、いや、これセカンドね、まあ、打てて守れたらもう文句なしというか最強っていうところで、まあもちろんね、1年目、とに、壁にぶつかるところもあるとは思うんですけど、そこに負けじとね、もう本当にオールドルーキー、ハングリー精神持ってね、暴れまくってほしいと思います。7番、キャッチャー、木下拓也。ということで、僕の推しのね、木下拓也。もう本当にね、今年こそは WBC 目指せるぐらいね、ドラゴンズの不動のレギュラー、正捕手は木の拓一択だと。もう130歳はおかしいな。130試合以上はね、ノルマだと思うんですけど、オープン戦でね、35打席、打率2割2分6厘、OPS766、長打率4割5分2厘ということで、まあ打率は低いんですけど、長打率、長打力は高いということで、まあ今日もねっていうか、オープン戦でもかなり今年はね、強いスイングを心がけて、他のバッターよりもね、ちょっと長打を狙ってるんじゃないかなと、力強いスイングをしてるのがね、まあ目立つんですけど、まあちょっとね、運悪くボールが当たったりとか、バットが当たったりとかね、まあ厄除けしてね、ほんと怪我だけはしないでほしいっていうぐらい心配になるんですけど、まあ二塁打も4本、打点も9と、チーム上位のね、長打力を誇っているっていうことで、まあ去年はね、苦し紛れに上位打線打ってたっていうところあるんですけど、この7番、8番あたりに下位打線に木の拓がいるっていうことがね、僕はミソだと思ってるので、まあ6番福永ルーキー、しっかり長打力のある選手を任せて、7番にね、木の拓が来ると相手ピッチャーからも抜け目のないというか、一歩間違えたらホームランもあるっていうところでは、相当怖いね、ドラゴンズ打線が出来上がるんじゃないかなと。去年はね、盗塁阻止率も少し下がったっていうところではね、まあ、守備の方でもしっかり盗塁を刺してね、文句の言われないようなリードをして、勝てるキャッチャーになってほしいなと。打てる守れるだけじゃなくて、勝てるキャッチャーになってほしいと。そしてね、中村剛さんも野球一家の YouTube チャンネルの方で、今年の木の拓はいいと、お墨付きもらってましたからね、まあ、本当に中村さんの言葉も信じて、もう本当に今年こそね、不動のレギュラー、木の拓、僕がね、推してる選手として、羽ばたいてほしいなと思います。8番、ショート。溝脇、早い。ということで、8番はね、溝脇選手。ちょっとここはサプライズかなと。まあ、皆さんここはね、リュークだろうと思った方もいると思うんですけど、確かに僕ね、今年の美人ユニ、リューク選手買いました。本当だったら、リュークって言いたいです、もちろん。めちゃくちゃ悔しいというかね、悩んだんですけど、溝脇選手、なんといってもね、オープン戦、春先、好調ということで、打率4割2分1厘、OPS897、特にドラゴンズ打線ストレートに弱いって言われてる中でね、7打席中4安打5割7分4厘と、ストレートを弾き返せるっていうのもね、魅力かなと。まあ、本来はショート田中美希やミッキーが出て欲しかったんですけど、OPS もチーム上位の屈指の選手でね、まあ、抜けてしまったなっていうの大きいんですけど、今ね、活躍してる溝脇選手を出さないで、いつ使うんだと。まあ、使える時にね、使った方がいいのかなっていうか、まあ、去年のね、東京ドーム開幕3戦目、僕も現地行きましたけど、もう本当に痺れるまで場面でね、勝ち越しのタイムに打ったと。少なからずね、巨人にも嫌なイメージ残ってると思うので、やっぱりね、相性っていうのもね、大事にしていきたいっていうところでは、溝脇選手ね、ショートね、開幕スタメンサプライズであってもいいのかなと。思うんですけど、結果残してる選手を使うっていうのも僕は大事だと思ってるので、まあ、ただね、今日リューク選手最後に途中までしか見てないですけど、逆方向に力強いね、ツーベース打ってたっていうところで、久しぶりにあの打球見るとね、まあ、立浪監督もね、ショート、トレードね、強打選手を出したのもやっぱりリュークで行くぞと、覚悟を決めたからだと思うので、まあね、予想から行くと8番リュークかなと思うんですけど、まあ、オープン戦のね、ずっと見てるとやっぱり、まあ、相手との戦いっていうより自分との戦い、バッティングフォームがかなり崩れてたっていうところではね、心配かなと。ただ打てないんじゃなくてね、内容までしっかりまあ悪いというか、不安、自分もかなりメンタル的にもやられていたっていうところでね、守備の方でもちょっと送球が逸れたりとか、まあ、二遊間っていうのは辰巳監督も言ってましたけど、守備がとにかく守れればことが一番大事だと言ってたんで、まあ、リューク選手ね、打つことも大事なんですけど、守備だけはマジでしっかりとしてもらわないとね、困るっていうところでは、まあ、安定感のある溝脇選手が、僕個人としてはね、開幕、は、最初はね、頼ってもいいのかなと思うんですけど、まあ、ぜひ皆さんの意見もね、まあ、リューク選手やっぱり使ってほしいっていう意見もあると思うので、もちろん僕もね、もうビジターユニフォームリューク選手買いましたから、1年間ね、長いと思うので、もうリューク選手ね、
やってもらわなきゃいけない選手だと思うので、まあ、そんなね、少しバッティングが崩れたから終わってしまうような選手だったらね、まあ、僕もね、最初から応援してないんで、信じてるからこそね、逆に僕は開幕スタメン水脇選手ね、もう愛があるからこそ言わさせてもらったと思ってるので、まあ、リューク選手ね、ここからね、逆襲というか下克上をね、見せてほしいと思います。9番、ピッチャー、小笠原慎之介。ということで、まあ、ピッチャーはね、開幕投手、小笠原投手ということは明言されてるので、もうここは変わりないと思うんですけど、この間のね、オープン戦のロッテ戦ではね、浮いてきた変化球からストレートが逆方向にね、左中間真っ二つのツーベース打ってるっていうところで、バッティングもいけるじゃんと、まあ、自分で打てばもちろん点も入るっていうところで、まあ、その後ね、ホームへの走塁でアウトになったっていうところではね、ちゃんとね、走塁をしてくれよと言いたいんですけど、バッティングの方もいいと、まあ、ただね、まあ、バッティングはね、まあ、二の次で、ピッチングの方でしっかりやってほしいなと、まあ、この間ね、侍ジャパンとの時の投球、もう本当にね、みんなが惚れ惚れとするというか、なんなら侍ジャパンにも選ばれてもおかしくない投球してたんで、まあ、本当に開幕投手ね、みんなが信じてね、もう選んでると思うので、立浪監督も信じてると思うので、とにかく全身全霊でも初回からね、もう後ろのイニングのことは考えないで、全力で腕振ってストレート、チェンジアップ、そして天下の宝刀ナックルカーブ、新しく覚えたスライダーもね、含めて投げまくってほしいなと思います。あとはね、ベンチの方ではね、まあ、開幕スタメンを見事掴み取った細川選手、代打にこれだけの一発がある細川選手がいるっていうのはね、去年とまたこれ大きな違いかなと、代打にこういう選手がいるのはね、とにかく心強いですし、あとはね、まあ、アルモンテ選手、カリステ選手、野手はね、立浪監督3枠でね、まあ、ライデル1人っていうとこもあって、開幕カードを行くと言ってたので、アルモンテ、カリステ、どっちになるかわからないですけど、まあ、内野の事情的にカリステ選手かなっていうとこもありますけど、あと守備固めのシュンチェル、加藤翔平、まあ、贅沢な守備固めもいますし、なんと言ってもアウトローン比が言いたいのはね、高松選手、まあ、ミッキー選手が怪我したっていうこともあってね、ダイソーの一番手になってくると思うんですけど、ロースコアの展開、終盤同点でね、拮抗したところで、走らなきゃいけない、アウトになっちゃいけないけど走らなきゃいけないっていうところでね、高松選手がいかに走れるかがね、ドラゴンズの勝ち星を左右すると言っても過言ではないんで、今年こそね、怪我しないで、1年間ね、1軍のね、もうベンチかもわからないですけど、とにかく1軍で出続けて、盗塁を目指してね、頑張ってほしいと思ってます。はい、ということで、ちょっともう熱く語りすぎてね、ちょっと喉の方が苦しくなってきたので、この辺で終わりたいなと思うんですけど、もう去年とは本当にね、トレードも含めて、大きく変わったね、ドラゴンズ打線だと思うので、まあ何よりね、4番アキーノ、ここが一番僕は大事だと思ってるので、まあ、4番ビシエドじゃなくて、ホームランバッター打てる選手が2人増えたと。まあ、1、2番は完璧。下位打線にね、木野拓選手を持ってこれる。福永選手も長打を打てると。まあ、かなりドラゴンズ打線は変わってきてるのは間違いない。3番周平がいかにタイムリー返せるかと。ま、いろいろ課題も含めてね、山積みかもしれないですけど、今年ね、十分得点力はね、上がる見込みはありますし、最後まで諦めずにね、終盤逆転勝ちもね、増えて、ドラゴンズファンが最後まで諦めずにね、応援できる機会も増えると、必ず僕は信じてるので、ぜひ皆さんもね、熱いコメントよろしくお願いします。開幕までね、残り4日5日ともなってきましたけど、開幕前日か2日前にはね、対巨人のね、まあ、戦略会議の動画とか、あと開幕ローテ予想の動画とかもね、まあ、おそらく出せると思うので、楽しみに待っててください。本日の最後のご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。いや、熱く語りすぎて、もうほんと、ワクワクが止まらないね。